昨日準備した最後のメットがあるんですけど、とても長いですから昨日はできないです。ちょっと忘れました、今日も忘れた、忘れた、忘れた、ごめんごめんね、すまん、ただ僕が話したかったことは、アミがいて僕が存在する、アミによって僕は成長していく、アミから離れられない、アミの一期一会だから、まとめると、細野の春愛らしき見て恋に弟子、桜の花は向かい切らしも。